大内持姓は、諏王国、長戸国主五色。秋国崎西条、岩見国二間軍の領主。父は、王英の乱を起こしたことで有名な、大内氏の第十代当主、大内義弘で、同第十二代当主、大内持雄の弟。持雄の父を祖父の広用とする説では、持雄の兄で義弘の養子になったとしている。玄伏寺に四大将軍。 足利義持より、変記の授与を受けて、持盛森と名乗る。1431年に、第十一代当主、大内盛美が、大友氏、小西氏と戦って、筑全国で廃止した後、大内市内部では後継ぎをめぐって、争いが起こった。生前、大内盛美は老いにあたる大内持世に、大内家の家督と長渡国を除く所領を継がせ、その弟であった持盛んに、 長戸国司後職を継ぐように遺言していたとされる。一方、室町幕府から徴用されていた僧侶、満載が書いた満載児号日記には、やや違った話が載せられている。満載とも面識があった大内市重神、内藤里史徳は、山名時広を通じて、持ち森が、大内家の家督と素王国と秋国の一部の所領を、継がせ、持ち寄り、長渡国、筑前国、 全国を継がせ、一族の大内光世に、二間君と長門の一部を与える案を満載に伝え、満載はこれを将軍、吉典に取り継いだ。ところが、後になって、内藤は別の僧侶を満載の元に派遣し、生前の森美が、もちもりが後を継ぐことに不安を抱いており、自分としては持ちよう、後継者に推挙する旨を伝えてきたのである。その結果、 幕府の表現は持ちよを後継者にすることにし、持ちうに大内家の家督を継がせるご飯と、持ち盛んに長戸国と岩見国にまぐん、秋の一部を安堵するご教書を出したという。この変化について、大内氏の後継をめぐる幕府との交渉を任されていた内藤里氏独が、持ち森が自分の競合相手であった東森政を徴用したことに反発して、 持ちよ指に転じたことが関係すると見られている。結果、後継から外されることになった持ち森は、不満を抱き、持ちよと共に九州へと出陣していた、影響4年2月10日に突如反乱を起こして、持ちよを岩見国に追って、大内資料国を制圧する。だが、持ちよは国人衆の支持を背景にして、持ち森を攻撃して、両国を奪還。 1433年4月27日に、持ちりは破れ文語国史の先において打ち死にする。37歳。ありがとうございます。